藤枝会長、遺跡に、だけお会いしている。久保のリバプールの噂について、アペリバイ会長は当初予定されていなかった過去に取材に対応、久保の遺跡に関する報道陣の質問に、今遺跡市場が動いているところで、いろいろな噂が流れているが、久保建英選手は、レアルソシエダで満足していると考えていると答え、現段階での遺跡の可能性を否定した。またリバプール側は、契約解除金の満額支払いを用意しているという旨の報道が出ている中、交渉の進捗状況について、そういった状況は一切ないし、そういった会話は一切出ていないと断言。さらに、言葉では言い表せないくらいに、クラブは竹のことを愛している。クラブとしても自分としても、竹がこれからもずっと、レアルソシエダでプレーしてくれることを願っていると熱弁し、久保の残留に向けて強い姿勢を示した。ただ、久保と遺跡について本人の希望などの聞き取りは何もないので話していないとした。ガンバとのプレシーズンマッチが終わるまでは移籍しないでくれと頼んでいるだろう。プレシーズンマッチ終了後、すぐに移籍が決まって新しいチームに合流するのが理想的。日本ツアーに久保くんがいなきゃ意味ない。解除金が設定されている以上、クラブ間の合意は特に必要ない。ソシエダ側としてはこういった回答になるでしょうね。違約解除金出されたら、ソシエダにできることは何もない。金額積まれたら遺作も売ったし、本当の非売品はカンテラ上がりのオヤルサバルとスビメンディだけ。相応の金額出す、クラブがあれば出すでしょ。リバプールと久保、代理人との間で遺跡はほぼ完結できちゃう。久保側が水面下で動いていたとしても、ソシエダは否定することしかできない。中堅クラブとはそういうところだよね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。